日本の海、千葉の海を未来へつなごう。海と日本プロジェクト in 千葉県。3月24日から3日間の予定で開催される全国子ども熱源サミット。海に関わることやものに夢中、熱中、没頭している海マニア、海オタクな小学生が一堂に会する全国大会で、今回が初めての開催となります。この大会での発表を前に、悩みや疑問をみんなで解決するオンラインセッションが実施されました。千葉県在住の石野律人さんは、サメの研究に熱意を燃やす小学5年生。自宅でサメの解剖、骨格標本の作成などを行っています。全国子ども熱源サミットでは、日本各地から20名の海マニアが集まり、それぞれが自分の活動内容を発表する予定です。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。